厚切りジェイソンに今さら聞けないことを答えちゃうよ。もう見ない日はないぐらいだと思うんですけど、ありがとうございます。一体全体いつ会社に行かれてるの？まあ、まずは週1回実際に会社に行くんですけど、まあ今の時代ですとパソコンとインターネット回線さえあればどこからでもできるわけなんですよね。だからそれを効率よくいろんなところから働いてます。なんか楽しさはいろんな種類があるかと思いますけど、そのコメンテーターとかは違う、なんだろう、満足度が出て、なんか真面目な世界に関わるような話なんだけど、単純に楽しいお笑いもいいですよね。まあ思った以上にちょっと待ち時間が長いですけどね。それはちょっとなんか入り時間の10時間後は収録スタートとかがあったりするんですけど、それはたまにワイと思ったりするんですけど、まあ先ほど言ったパソコン持ってきてそこで仕事できるわけですから、まあまあ大丈夫です。いや、どっちも両方成功させたいです。これはね、どっちもまあ違うスキルと、どうだろう、かぶるところはそんなにないんですけど、どっちも大事にしていきたいですね。欲を言うとどっちとか、どっちも。はい、以上。そして今年もウェルスペシャルやりますよ。9月6日草月ホール2部あります。昼も夜も、昼は14時から、夜は18時から。チケットは3800円。出演者も豪華ですよ。あばれる君さんとか、くまむしさんとか、ハレイチさんとか、僕も両方出ます。ぜひ見に来てください。最高のライブにします。ふっ